フォンテーヌブローとなっており、フォンテンブローの表記がフランス語の発音に近いは、フランス、パリ郊外の都市である。イルド・フランス地域圏セーヌイコールエイコールマルヌ県に属する。イルド・フランス地域圏で最も広い面積を持つコミューンで、同地域圏の中で唯一パリより広いコミューンである。近隣のアボンとその他の小さなコミューン3つとともに、 人口約3万6千人の都市圏を形成している。この都市圏は、パリの衛星都市で、パリのリヨン駅から列車で約40分で結ばれている。フォンテーヌブローには、歴代フランス王の愛したフォンテーヌブロー宮殿、またかつての王族の狩猟地で、現在も自然が保全されている広大な、フォンテーヌブローの森があり、パリジャンの週末の予価値である他に、 世界有数のビジネススクールインセッドのヨーロッパキャンパスの所在地でもある。フォンテーヌ・ブローの発祥は1763年のパリ条約が7年戦争を終わらせる以前である。1169年に公式にその名を歴史に初めて表した時、フォンテーヌ・ベルオーまたはフォンテーヌ・ブローと記載されていた。この小さな集落にはルイ7世によって礼拝堂が作られた。 ルイ9世は非常にフォンテーヌブローを評価し、この土地を砂漠、無人の土地と呼んだ。そして彼は別邸と病院を建てた。フィリップ4世はフォンテーヌブローで生まれ、フォンテーヌブローで没した。ルイ6世からナポレオン3世に至るまでの700年の間の34人の支配者たちがフォンテーヌブローで過ごした。16世紀から18世紀の間。 フランスは1世からあるい15世の代まで重要な細工が行われた。それらの加工は少々不均衡であると特徴付けられた。しかしながら、城の建築様式は調和が取れている。フォンテーヌ・ブローの直令は1685年10月にここで署名され、なんとの直令が破棄された。フランス革命の間、フォンテーヌ・ブローは フォンテーヌ・ラ・モンターニュと解明された。この山とは、フォンテーヌ・ブローの森にある岩だらけの一連を指した、ものである。1807年、スペイン最小マヌエル・デ・ゴドイは、フォンテーヌ・ブローを来訪し、ナポレオンとの間に、フォンテーヌ・ブロー条約を結んだ。1812年、ローマ教皇ピウス7世が、遊兵されていたサボナから、フォンテーヌ・ブロー城へ、 g のクララズを伴ってやってきた。プリンスエルンストインコーマゲティイメージズ2002年10月ポーリーンデリススシャーロットでモナコジェネレーショングラマー p a r i s m a t c h c o m 2011年8月17日 b i o g r a p h i e e l l e f r ありがとうございます